はい、こんにちは、みりちゃむです。今日は、まあ私のお部屋で撮ってるんですけど、はい、今日は私のお部屋紹介をしていきたいと思います。お部屋紹介はね、多分エッグチャンネルでも初じゃないかなって感じなんで、それでは早速今から紹介していきたいと思います。 GO！ はい、それではですね、私のお部屋を紹介していきたいと思います。まずは、はい、ここです。ここはタンスの上なんですけど、ここには香水を並べてます。はい、右から、これはちょっとわかんない雑貨屋さんで買ったやつで、はい、グッチのラッシュ2、これはママのお下がりのシャネルの香水で、この2つがセットで、これが詰め替え用で、これが本体持ち歩き用になってます。汚くね、なんか。はい、これがチャンスのやつで、これはもうなくなっちゃったんだけど、え、汚っ、捨てよう。はい、こっちもシャネルです。はい、でこっち、ここはタンスで洋服が入ってます。あ、で今こっちに制服があります。タンスに戻ります。でここ1段目を開けると、はい、こんな感じで夏服かな、こっちは夏服系がいっぱい入ってます。はい、で2段目はこっちも、こっちは冬服かな、秋冬って感じです。で、ここはがっつり冬服だね。ニット系がいっぱい入ってます。一番下はズボンとかが入ってます。はい、こっちはちょっと他にいろいろね、靴下とか下着とか入ってますね。で、ここ、クローゼット。はい、私のクローゼット開けます。オープン。はい、クローゼットこんな感じになってます。はい、もうね、パンパンすぎて入らないのよ、クローゼットが。はい、全体を映すとこんな感じですね。はい、で上はここら辺いろいろあるんですけど、あそこにはちょっと入らない、あのタンスに入らなかった洋服とかマフラーがあって、ちょっと帽子とかありますね。でそこら辺は、夏物のバッグかな、カゴバッグだから。うん、であそこにはハロウィンのコスプレが入ってます。はい、で次ね、こっち下はここか、ここはちょっと暗いな。ここはね、靴下とかルーズソックスとか入ってます。でここの白いタンスはパジャマが入ってて、これは今年のハロウィンのコスプレかな、多分アウターが一番多いかもしれないな、持ってるの。見て、ファーコート系だけで1、2、3、4、5、6個あるね。買いすぎだね、ちょっと整理しましょう。はい、はーい。あ、ここさっき紹介したところなんですけど、こっちはプーさんがいますね。これはね、3歳の時おじいちゃんに買ってもらったやつで、あ、おじいちゃんじゃない、ひいおじいちゃんに買ってもらったやつで、ちょっと洋服着てるはずなんだけど、なんか私が多分剥ぎ取っちゃったらしい。うん、でこれはこの間ディズニー行った時のやつ、カチューサです。置く場所がなくてプーさんにつけてます。こちらは私のガチメガネです。でね、ここの下にいろいろあるんだけど、これはファンの子からもらったお手紙とかをここに入れてます。そしたら次ですね、はい、ここはバッグがいっぱいありますね。たくさんありますね。またバッグも収納しきれないよ、本当に。私はヒョウ柄が流行ってるんで、ヒョウ柄が2個ほどありますね。はい、そして次、こちらメイク道具とかですね。はい、私がいつもここに座ってメイクをしてるんですけど、ずっとここでメイクしてるから机がちょっと汚れちゃってます。でメイク道具とかをいつもここに収納してます。ここはちょっとメイク用品だね、いろいろ。これはカラコンがいっぱい入ってて、ちょっとここ荒れてるね。うん、なんかいろいろあるかな。ここはアイシャドウとか鏡とかだね。で、はい、次ここ、よいしょ、ここはこんな感じです。はい、化粧水とか、なんだろう、櫛とかパフとか入ってます。待って、同じもの、これも2個ある、なんでだろう。一番下の段、ここは使ってないお財布だね。今お財布が入ってて、あとはマスクとかポーチが入ってますね、いろいろ。はい、ネイル用品も入ってます。これですね、私がいつも使ってるポーチです。これは基本家に置いてあるんですけど、開けるとこんな感じになってます。はい、結構ね、配信とかでね、メイク収納を紹介してほしいっていうのがあったんですけど、私のメイク収納はこんな感じです。ここは筆がいっぱい入ってます。筆系ですね。でこっちですね、ファンデーション下地系がこっちになってて、ここは多分全部アイシャドウかな、アイシャドウとかチークです。
で、ここら辺は周りはリップとかなんか前マスカラとかそういうの入ってます。はい。でこっちは持ち歩き用のポーチとかちょっと入りきんなかった化粧品とかが入ってます。でここ充電器ベッドの近くに置いてます。これはキャリーケースだね。ちょっと上に乗っかってるね。スライム、これは弟がなんかくれました。キャリーケースはこんな感じでエッグっていうシールをつけてます。鬼皮でしょ。はい。で次こっちだね。こっちはアクセサリー系になってます。ちょっとわけわかんないものもあったりするんですけど、はい。ここはネックレスがかかってます。ネックレスです。でここにはキラキラのフライングタイガーのヘッドホンと、あとこれ浴衣の時に使う髪飾りです。はい。でこっちアクセサリー収納になってます。これはちょっと何が入ってるかわかんない。これもサングラスで、でこれは時計、ママのとこからちょっと取ってきた。でこっちにずらしとこう。見てこのつけないようなイヤリング、ポンポン、やばい。はい。こんな感じでイヤリングとかピアスがちょっとごっちゃごちゃになって入ってます。イヤリングはねちょっともう使わなくなっちゃったんで、いとこちゃんにでもあげようかなって感じ。ジルチャートの筆箱がありました。はい。中学の時に使ってたやつですね。はい。でこっち、こっちもピアスとかいろいろいっぱい入ってんね。ごっちゃごちゃ、雑さが出る。ごめん、超雑だよ。こっちはね、下は本とか漫画とか雑誌とかですね。キスハグさんが一時期好きで、そうだね、買ってました、中学校の時かな。はい。最後こちらベッドになります。はい。ちょっとねしましますぎて目がチカチカするかもしれない。で、ティーちゃんのクッションと普通のクッションと、はい、私がいつも一緒に寝てるエサちゃんです。あと猫ちゃんもいます。抱き枕がないと寝れないんです。頭の上にはアムロちゃんがいます。私の大好きアムロ様、引退しちゃったんですけど、大好きすぎてポスターを貼ってます。はい。全体的に見るとこんな感じです。はい。お部屋はこんな感じでした。はい。ということで私のお部屋はこんな感じでした。そう、青春ラインの時に一回その番組内でお部屋紹介をしてるんだけど、もう結構その時とかとも変わっちゃったりしてたから、またできてよかったなと思います。ということで私のお部屋紹介でした。はい。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということでみんな、じゃあねー。バイバーイ、ミリちゃまでしたー。